まあ、大型連休3日にゲームを行った名古屋。さあゲームはホームの横浜 F マリノスのボールでスタートをします。キックオフの笛が吹かれました。左にエンド、トリコロールのカラーのユニフォーム、青いシャツが横浜 F マリノス。ニアーおっと合わせた、ニアーで中谷です。セットプレーから得点、先制アウェー名古屋グランパス、コーナーキックからの得点になりました。マテウスのボールのスピード質ですよねが素晴らしかったですし、中谷の入り方っていうのもうまかったですね。うまくすらせました。畑中、木田から縦パス、ヘディングシュート来た、意図を持ったプレーでというところ。そうですね、丸山ですかね、はい、丸山、マルコスジュニオリ、そしてレオセアラ、稲垣がいた、そして森下から右サイド、マテウスからのこのボール飛び込んでいく、ゴール、あーポストだ。ニアで酒井そのままボール行きましたけれども、ポストに当たって跳ね返りました。マテウスまた狙っていった、ここはキーパー触ってコーナーになります。ちょうどアウェーサポーターの前でのこのコーナーということになります。マテウスからニア、スラッシュ来た、ゴール、またコーナーからニアという形でした。今度は藤井がスラしましたか。藤井ですね、はい、これ関与しているかどうかですか。そうですね、あ、オフサイドですね、ということなんですか、はい、マテウス狙う、うん、枠に嫌われましたが、やはりいい気持ってますね。いい気持ちだね。うまく切り返しましたけどね。そうでしたね、まあ、あとランゲラック弾かないでよくキャッチしましたね、はい、裏抜けて中川、うん、フラッグ上がります。オフサイドです。藤田から西村、西村から藤田、そして西村狙っていく、ナイスキーパーですが押し込んだ、フラッグは上がらない。最後はアンデルソン・ロペス、ここ西村と藤田ですか、2人の意図っていうのが完全に合っていましたし、そしてここで長い笛が吹かれました。ガッツポーズアンデルソン・ロペス。